ここでレベル5さんから発売されるダウンロード専用ソフトをご紹介します。業界の著名クリエイターが参加して全く新しいゲーム体験を提供するギルドプロジェクトの第2弾となるギルド02です。前作ギルド01は4つのゲームを収録したパッケージタイトルとしてリリースされましたが、今回は3つのゲームを1つずつダウンロード専用ソフトとして配信されることが決まったそうです。まず1つ目は名作かまいたちの夜シリーズなど数々の代表作を持つ浅野和也さんと安孫子竹丸さんのコンビによる最新作宇宙船ダムレー号です。操作方法や目的などを一切明かさないままスタートする衝撃のサスペンスアドベンチャーで、一切の記憶をなくしたプレイヤーが脱出するために一握りの希望を手探りしながら、やがて誰も予想できない真実へとたどり着くストーリーとお聞きしています。二つ目はロックマンシリーズほか多くのヒット作品を世に送り出してきた稲船啓二さんが手掛ける虫けら戦車です。虫けらほどに小さくなってしまった戦車部隊を操り、次々と襲いかかる巨大な虫に立ち向かっていくサバイバルパニックアクションで、自分だけのカスタマイズ戦車でミクロの世界での生き残りをかけた戦いに挑むそうです。最後は温かみのある作風で数多くのファンを魅了してきたミレニアムキッチンの綾部和さんが送る怪獣が出る金曜日です。プレイヤーは昭和40年代から50年代前半、巨大怪獣が大暴れしていた巨大ヒーロー番組の世界で暮らす子供ソータとなり、ファンタジックに再現された昭和の懐かしい街並みや怪獣の足跡が残る丘の上などを走り回り、数々のドラマが体験できるそうです。レベル5さんの宇宙船ダムレー号、虫けら戦車、怪獣が出る金曜日、レベル5さんからの続報をお待ちください。